小林誠也と安田正史のはじめの2分。皆さんスポーツ大好き、それ以上に栃木県大好き、そのためまだまだ栃木弁が抜けない安田正史です。こんばんは。熊本県出身の千葉県在住から足立区在住、そしてまた千葉県に住まいを戻した小林誠也です。初めてのレギュラーパーソナリティとして30分、なんとか頑張って続けておりますが、まだまだ僕たち安田正史、小林誠也の名前を覚えてもらえるように頑張っております。それでは私安田正史と小林誠也の初めの2分、今回もどうか最後までよろしくお願いいたします。改めまして安田正史です。こんばんは、小林誠也です。小林さん、はい、大事件です。大事件、はい、発生しちゃいました、はい、安田さん、番組オープニングからどうしたんですか？いや、マジでこの番組を始めさせていただいて、はい、まあ、もうすぐ1年が経とうとしていますが、はい、はい、ありがたいことです、本当に、はい、で、なんと、はい、この番組に初めてお便りが届いたんです。お便り、はい、え、すげえ。マジですげえです。すげえです、はい、本当にありがとうございます。で、プロデューサーから、はい、まあ、このお便りをいただいた時に、え、いただい、え、僕もらってないんですけど、はい、それはで、はい、まあ、ご紹介させていただきますと、え、いや、安田正史さんへ、はい、ラジオネームゆききんです。はじめまして。私の耳はギャグの耳をしているのですが、一瞬さだまさしと聞こえました。下ネタネギも下ネタネギに聞こえます。小学生が小学生に聞こえることはないですか、というものですね。あ、僕はございません。え、いや、僕の質問に対しての答えがおかしくないですか？もう一度読んでみましょうか。あ、はい、お願いします。念のために、はい、安田正史さんへ、はい、ラジオネームゆききんです。はい、はじめまして。私の耳はギャグの耳をしているのですが、一瞬さだまさしと聞こえました。下ネタネギも下ネタネギに聞こえます。小学生が小学生に聞こえることはないですか。ゆききんさん、本当にありがとうございます。真面目な話、安田正史、芸能界に入って一番感動しました。本当にこれは嘘じゃないです。え、でもこれクレームかもしれないですよ。いや、クレームでも何でもいいんです、はい、興味を持ってくださって、わざわざお便りをいただけたことがありがたいんです。あ、まあ確かにね、そうですね。ゆききんさん、これからもラジオ聞いてくださいね。もう少し滑舌が良くなるように頑張りますので、はい、そうですね。いや、まあせっかくなんで、じゃあこの安田さん、ゆききんさんのリクエストに答えてね、はい、この下仁田ネギと小惑星、はい、これ言ってみてください。下仁田ネギ、小惑星、どうですかね。すっごい口切りましたね。ゆききんさん、これいかがでしょうか。どうですかね。ゆききんさん、下仁田ネギと小惑星どうですかね。まあ、またお聞きになられての結果、そして他の皆さんもぜひお便りお願いいたします。ファックス番号は0473033974、0473033974、メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 はじめの2分までお待ちしております。頼りいいな。それでは最初のコーナーは、今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴取エリア、浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいたそのままをリポートしていくコーナーです。はい、この番組をお聞きの皆様の中で、わんぱくメニューが大好きな方や彼氏や旦那様、お子様など、なかなか食べ盛りの方にぜひ参考にしていただければと思っております。さて、このコーナー記念すべき第10回は、船橋市のバラキ中山駅にございます、はい、福徳食堂にお伺いしました。はい、幸福の福に道徳の徳と、徳と書いて、はい、福徳食堂というこちらのお店は、地下鉄バラキ中山駅の改札を出て西口へ向かう通路の左手にございます。はい、お店の入り口の上には青い看板に白い文字で定食屋福徳食堂と書かれており、入り口付近には写真付きのメニューやおすすめ定食などがありました。店内は明るくてとても広々としていて、すごく落ち着いた雰囲気でした。注文は券売機で食券を購入する仕組みになっております。
店内のメニューを見たところ、カツやハンバーグにメンチカツの定食やお魚の定食、海鮮丼などもありまして、とても種類が豊富でした。はい、で、そちらのほとんどの定食や丼物が810円からいただけるということで、すごいですね。また5日ごとに変わる日替わりメニューもあり、はい、どれを注文するかとても悩みました。そこで店員さんに一番大盛りなものはとお伺いしたところ、店内の広告にあったチキンカツ定食をお勧めしていただきましたので、そちらを注文しました。はい、お店の中央カウンター席に囲まれたところにフライヤーがあるので、はい、揚げ物の調理をしているところをすぐ目の前で見ることができ、大人の手のひらと同じかそれ以上の大きさの大きな鶏肉を次々とフライヤーに入れていく光景に、今揚げられているチキンのすべてが僕の元に来るのを想像してとってもワクワクしました。はい、そして揚げ物のいい音と香りを楽しんだところへ、今回の大盛りメニューが来ました。はい、ご飯とお味噌汁、お漬物に生卵の乗ったお盆、そして大きなお皿に盛り付けられた手のひらサイズのチキンカツ、その大きさにも驚いたんですが、はい、さらに驚いたのは盛り付けられていた枚数です。はい、なんと1人前でその手のひらサイズの大きなカツが5枚も盛り付けられているのです。一口かじるともう揚げたてサクサクの衣と柔らかく旨味たっぷりの鶏肉の相性にご飯が止まりませんでした。はい、お味噌汁やお漬物も定食屋さんならではのとても優しい味付けでした。はい、その後おかわりしたご飯も完食し、カツが残り2枚というところで、ちょっとその後どうしても予定があり、はい、タイムリミットがやってきまして、あ、せっかくの残り2枚のカツがと思った時、はい、店員さんが残ったカツはトレーに入れて持って帰っていいよということで、はい、残ったものをお持ち帰りできるんですね。はい、ということで教えてくださったので、もう迷わずお持ち帰りさせていただきました。はい、ということで今回は幸福の福に道徳の徳と書いて福徳食堂さんにお伺いしました。営業時間は月曜日から土曜日が11時から24時、はい、日曜日のみ11時から22時となっております。はい、ラストオーダーは各々の閉店時間の1時間前となっております。はい、で、店内年中無休でございます。はい、住所は千葉県船橋市元中山 7-7-1、 電話番号は 047-333-9870 です。皆さんもぜひ満腹になってください。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。改めまして、現在放送中の初めの2部、担当は小林誠也と安田雅史の新人俳優がお送りしております。さてさて、なんと今回も、はい、素晴らしいゲストの方をお迎えいたしました。はい、先週からここ市川うらら FM で始まりました新番組僕らの就職活動でレギュラーパーソナリティを務めて いらっしゃる斉藤よしきさんです。よろしくお願いします。斉藤よしきと申します。はい、お願いいたします。まあ、今小林さんからもご紹介させていただきましたが、まあ、この7月から毎月第2、第4火曜日18時から僕らの就職活動という新番組がスタートしました。はい、その僕らの就職活動でメインパーソナリティのお一人が斉藤よしきさんということだそうです。はい、斉藤さん、この僕らの就職活動とはどんな番組なんでしょうか。実は、はい、今リアルに僕自身就職活動中でございまして、もう真っ只中、真っ只中、とその就職活動に悩んでる学生たちに向けて、はい、その役に立つ情報を提供できる番組にしていけたらなと思っております。なるほど。今実際に就職活動中ということですが、はい、具体的にはどういったこう就職活動をされてらっしゃいますか。そうですね、知人の会社でインターン生として活動させていただいております。なるほど。ご自身はどういった分野のお仕事に就きたいとお考えなんですか。僕は、はい、道路、高速道路やトンネル、ダムなどの、建設に関わるインフラ業界に興味があります。なるほど、建設に。はあ、そういったその経緯とかっていうのはあるんですか。経緯はですね、父親が建設業を営んでおりました。ああ、なるほど、はい、お父様が、はい、その影響で。なるほど、はい、なるほど。そして皆さんもご存知かとは思いますが、この番組は生放送ではなく録音でして、でこの僕たちの
番組収録は先ほど申し上げた僕らの就職活動の第1回の録音よりも先に収録しています。はい、はい、で聞くところによりますと斉藤さん、はい、実は今回のこの番組収録がなんとラジオ初出演ということなんですが、はい、初ラジオどうですか？ちょっと初ラジオということで、はい、ちょっととても緊張してるんですけども、はい、ちょっとスーツで決めてきました。やる気はバッチリということで、はい、やる気は、はい、やる気もバッチリです、ね、そうですね、やる気もバッチリということで、すごいカッチカチな、すごいですね。かっこいいですよ。そうですね、初ラジオが僕らの番組とはまあちょっと申し訳ないんですが、恐れ多いというか、今更ですが、はい、まあ、僕らの2人の収録活動はいかがでしょうか？収録活動、ね、はい、とても聞きやすい声で、あ、そうですか、はい、これから参考にさせていただきたいです。 ありがとうございます。ありがたいですね、こういう本当すごい生、もうさっきほど聞かれてたっていう部分もありますからね。そうです、嬉しいですね、こういう風に、はい、冒頭のお便りとは別でね、こういうのね、はい、そうです。根に持ってる、根に持ってる。本当にお便り欲しいですから、はい、いや本当ありがとうございます。恐れ入ります。ではそしてあのリサーチによりますとですね、斉藤さんがレギュラーパーソナリティを務められるこの僕らの就職活動のもう一人のレギュラーがなんとうちの事務所の先輩の佐藤美久さんということですが、はい、そうなんですよ。初めて会われた時の美久さんの印象とかってお聞きします。印象ですか、はい、とてもチャーミングな方で、はい、チャーミング、はいはい、親近感が持てる。ああ、そうです、はい、なるほど。とてもあれですよね、明るくて本当に元気いっぱいの方で、はい、そうですね。まあ、これもリサーチによりますと、はい、まあ、番組プロデューサーさんから、まあ、好きなアイドルはと聞かれて、はい、嵐さんとお答えになったそうですが、はい、まあ、この理由は何ででしょうか？理由はですね、はい、嵐のメンバーそれぞれがちょっと個性が、そうですね、あー、なるほど、多様で、例えば嵐の、はい、相葉くんなんかはバイクの免許持ってたりして、はい、この間と番組で、はい、相葉くんと永瀬くんがツーリングをしてたんで、はい、バイクもバイク大好きなんで、あ、そうなんですか、はい、そうなんです、見入っちゃってしまった。おー、いいですね。そうですね、一人一人のこうできることがたくさんあって、そうなんですね、すごいですね、個性豊かで面白いと思います、はい、はい、じゃあそのバイク好き、バイク好きということで、はい、なんかこう将来の夢とかって。将来の夢はですね、はいはい、バイク関係ではなく、はい、あ、バイク関係ではなく、はい、業界は絞ってないんですけども、はい、そうですか、自分の会社を持ちたいということで、はい、将来絶対起業したいなと思っております。将来社長になるということで、社長様、なるほど、斉藤社長ということで、はい、それでは夢は大きくでっかくってやつですね。そうですね、僕たちも一応夢はありますからね、はい、はい、社長ですか。そうですね、まあ、今後斉藤さんの番組僕らの就職活動は、まあ、どんな番組にしていきたいというですかね、はい、先ほども申し上げましたが、はい、僕ら就活生の立場で本当に聞きたいことや知りたいことなど、はい、毎回各企業の社長様や担当者様をゲストにお迎えしてお伺いしたり、はいはい、公開で面接練習とかも、はい、やっていけたらと考えております。もうラジオの収録中に面接をすると。そうですね、おわ、それはすごいですね、すごい新しい、すごいです、はい、斉藤さんも、まあ、勉強になりますし、そのリスナーの皆さんも勉強になるという、なるということで、はい、すごいですね。でもこういう就職活動ってあの受験とはまた別じゃないですか、その、はい、ああ、そうですね、高校受験、はい、中学受験、まあ、節目節目にありますけど、はい、まあ、それとは別ですよね、別ですよね、就職というのは、はい、将来ずっと関わってくるものなので。そうですね、自分の人生の、はい、そうですね、進路、本当に、はい、ここからずっとその仕事をしていくかもしれないですからね、はい、自分の、はい、それは本当にリスナーの方も勉強になります、はい、じゃあ斉藤さん質問なんですが、はい、あのこれから就職活動、まあ、していくと思いますが、ここが不安だなっていうところとかあれば。そうですね、特にやりたいこともあまり見つかっていないので、それがもう不安ですね。ああ、そうなんですか。そうなんですね、はい、でも起業やりたい、まあ、起業やりたいっていう大きな夢を抱えて、夢はありますからね、起業は。そうですね、最終的な、はい、ゴールがあるっていうのは一番強みです、まあ、まあ、目的があるっていうのはいいかもしれないですね、はい、はい、でははい、ということで、ではその面接を実際にやるっていうことなんですけども、はい、それはあのあれですか、本当にそこであのなんていうんですか、評価というか、そう、ぜひうちにってなったら、はい、その場合は斉藤さん、そうですね、それもちょっと
あるかなとは。そうですよね、ドキドキですよね。これ実際にそこで面接をやるってことですもんね、はい、気に入られちゃったらもうもう確かにそうですね、いただきますということで。あ、でもぜひとも斉藤さんはその会社さんとご縁があるということで、はい、そのご縁を大切にっていう、はい、あ、なるほど、ね、今後のそのラジオ活動が楽しみですね本当に、はいはい、これ聞いてる多分今就活中のリスナーさんもすごく気になってるかと思うんですけど、やっぱりこうやって企業の企業さんたちの立場からすると、なんか僕就職活動してる学生からすると、はい、何をその知りたいんかなとか、やっぱ、はいはいはい、知りたいけどそういうのって聞けるわけじゃない、聞く機会ないじゃないですか。そうです、はい、そうですね、なるべく結構少ないですね。そうですよね、だからそういうのもできるっていうのはやっぱもう お便りでいただいてそれに答えていくっていう形ですね、はい、そういうのもできますね、はい、できます、すごいですね、素晴らしいです。全国の就活生の先頭に立ってるのがもう斉藤さんっていう感じと言っても過言じゃないですよ、ね、過言じゃないですよね、これは過言じゃないですよね。ぜひとも今のこっちのこのラジオ番組を聞いていらっしゃる就活生もぜひとも聞いていただきたい番組ですよね、本当に。ではもうこちら最後にこの番組をお聞きのリスナーの方にも改めてね、はい、この新番組僕らの就活活動を告知お願いしたいと思います、はい、今月から始まりました、僕らの就職活動は毎月第2第4火曜日夕方6時から私斉藤芳樹 と、佐藤美久さん、そしてリアルな就活生とゲストに各企業の社長様や、採用担当者様などをお迎えして就活生による就活生のための番組にしていきたいと思いますので皆さんぜひお聞きください。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。すごいかっこいいですね、就活生により就活生のためのいや行ってみたいですね新人俳優のためのみたいになっちゃってますから、まあまあそれはねでもこうやってお便りとか来てくれると本当に嬉しいですね、本当に嬉しい、まず想像できないです、いや想像できない、僕も想像はできてなかったんですよ、はい、実際にもらってもうプロデューサーさんからこういうお便り来ましたっていただいて、はい、ね、はい、嬉しかったですよね。あのなんか安田さんのお便りの話になっちゃってますけどね、はい、本当に嬉しいと思うんで、はい、お便り来たらぜひぜひそのリスナーの皆様のそのお声に答えするっていう、っていうことをしていってほしいなと思います、はい、ということで、はい、今回のゲストは、まあ、今月からここ市川うらら FM で始まった新番組僕らの就職活動を代表してレギュラーパーソナリティの斉藤芳樹さんにお越しいただきました。斉藤さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、頑張ってください。はい、頑張ります皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました、はい、今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さんの応援とともにどしどしどんどん、はい、僕にもお便りお願いいたします、はい、ファックス番号0473033974 0473033974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、fmu@fmu.co.jp、 はじめの2分までお待ちしておりますということでね、今回ゲストの斉藤さん お越しいただきましたが、はい、こちらのね、あの新番組、はい、ぜひとももう一度あのね告知をしていただいて、そうですね、告知しておきましょう、はい、安田さんお願いします。はい、まあ、今月から始まりました、まあ、僕らの就職活動は、まあ、毎月第2第4火曜日、はい、夕方6時から、まあ、斉藤さんと佐藤美久さん、そして、はい、そして、リアル就活生ゲストに各企業の社長様や、まあ、採用担当者様などをお迎えして、はい、まあ、就活生による就活生のための番組に、はい、していきたいと先ほど斉藤さんもおっしゃっていましたので、はい、ぜひともね、皆様、そうですね、はい、確認を。やっぱりこういう就職って大変だと思うんですよね、はい、僕が考えるに。あ、なるほど、はい、はい、なんでこれはすごくいい番組だなって僕、はい、かもうそういう風に思いました。あ、なるほど、もう率直な意見率直な意見として、なるほどね、やっぱり確かにこうリスナーの皆様にもそうですけども斉藤さん自身にもためになるというか、そうですね、すごいいい番組そうですね、面白いですよね、ウィンウィンっていう感じですね、はい、実際にこう企業様を招き入れたり社長さんまで、そうです、リストに、まず企業の社長様が、はい、
と話すっていう機会自体がまずそこがね、普通の就活生だった場合少ないと思うんですよね、はい、でかつそれゲストに招き入れてこう斉藤さんもこう話していくっていうのもありますけども、リスナーさんがそのお話を聞いて、はい、そこの社長さんがあすごい面白い人だっていうのをそこでこうなんていうんですか、聞いているリスナーさんもその会社の雰囲気だったりも分かるんで、本当に素晴らしいと思いますよ、これ。そうですね、いいですよね、聞いてて本当に損はない番組だと思いますので、ぜひ皆様リスナーの皆様もこの第2第4火曜日18時ですね、夕方18時から6時から、はい、ぜひお聞きください、はい、ということで、はい、それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。